ネートチカネズワーノワは、ヒョードル・ドストエフスキーの中編小説で、1849年に、祖国雑誌1月号、2月号、5月号に発表された。ドストエフスキーは、同年4月23日に、ペトラシェフスキー事件に連座して逮捕されたため、5月号には、作者、ドストエフスキーの名前を出すことは許されず、この作品も未完に終わった。 シベリア流刑前の最後の作品となる。ドストエフスキーはすでに1846年12月の時点でアニメハイルに宛てた手紙の中でネートチカネズワーノワについて次のように書いている。僕は一心不乱に書いています。なんだか我が国の文学界全体、雑誌や評論家連中を相手取って訴訟でも起こしたような気がしてなりません。 そこで、ソザッ記に掲載される三部に分かれた、僕の長編小説でこの一年間も、文壇の首位を確保して、僕に悪意を抱いている連中の花を明かしてやる、つもりです。この1846年は、ドストエフスキーが文壇にデビューした年であり、1月に、貧しき人々、そして2月に、文心、10月に、プロハルチン氏が発表されている。しかし、 まずしき人々以降の二つの作品については本人の期待と意気込みに反してあまり評判が良くなかった。そこで何とかして自分の名声を取り戻したいと必死になっている様子がこの文面からも伺える。結局雑誌掲載まではそれから約二年余りを要したことになるが不運なことにドストエフスキーは政治的事件に連座したため途中で筆を折ることを容疑なくされてしまう。 逮捕後の1849年6月20日に、弟アンドレイに、監獄から当てた手紙において、祖国雑記5月号に掲載された、ネートチカネズワーノワの第3編について、僕のいないイルスに、僕の知らないうちに掲載されてしまったので、僕は、その構成ずりさえも見ていないような始末なのだ。僕は心配でならないのだよ。一体どんな形で掲載したのか、それに、 あの長編を妙に歪めたりはしなかったかと思ってね。だから、ぜひその号を送ってくれないか。と頼んでいる。しかし、この5月号に掲載されたものには、作者、ドストエフスキーの名前は、検閲局により削除されていたのである。ドストエフスキーは、シベリア流刑後も結局この作品を書き継いで、完成させることはなかったが、1860年に、 著作集が出版されるに際し、雑誌に発表された原稿に手を加え、現在のような中編作品としての定裁が整えられた。ネートチカネズワーノワという名前は、日本語訳をすれば、七しのなし子といったような意味合いで、母親がつけた愛称である。本名はアンナで、作品中ではアンネッタとも呼ばれている。ネートチカの父親は、 彼女が2歳の時に亡くなり、母親は、その後、イェフイモフという風変わりな音楽家と再婚する。ネイトチカのこの系譜に対する幼少期の痛ましいとも、言える、アイボの女王は、それに続く、公爵クレイジョカーチャへの甘いうっとりとするようなアイボの女王との対比を際立たせる役割を果たしている。そうした、両極端とも言える境外を経てネイトチカは、さらに、 カーチャの義子にあたるアレクサンドラ・ミハイロブナの家に引き取られ、そこで経済的、社会的には恵まれた家庭に見えるアレクサンドラ家の痛ましいとも言える夫婦の暗闘に触れることになる。激しく悩みながらも彼女はそれを受け止め、できればそのもつれ大都を解きほぐそうもがく。アレクサンドラ・ミハイロブナを前にしてその夫、ピョートル・アレクサンドロビッチとネートチカの間で繰り広げられる。 きわどい追求劇においても、すでにネイトチカは堂々と渡り合えるほどに成長を遂げていたのである。もしこの作品が書き継がれていたら、カーチャとネイトチカの再会後のドラマが、どのようなものになったのか、非常に興味がそそられるところであるが、それは、読者の想像に委ねるしかない。ネイトチカネズワーノワは、2歳の時に、父が亡くなり、その後母が再婚したのは、 イェフィーモフという音楽家だった。このイエフィーモフは、ネイト地下の母親が遺産として受け取った千ーブリの金を当て込んで彼女と結婚したのであったが、結局その金もまたたくうちに使い果たして、家族は貧乏にあえいでいた。しかし、イェフィーモフはコツコツ働くどころか自分は、 音楽の天才だと称して、自尊心ばかりが強く、オーケストラの学士たちともすぐにトラブルを起こして、ろくな仕事にもつかず結局妻の細腕にすがりついているというありさまだった。イエフィーモフはもともとある地主のオーケストラのクラリネット奏者だったが、ある時からイタリア人の指揮者と仲良くなり、しばらく親しくしていたが、突然その指揮者が亡くなり、彼にバイオリンを残してくれた。 その上彼は、その指揮者からバイオリンを教わったらしく、いつの間にかバイオリンの腕前は驚くほどのものになっていたのである。やがて彼は自分の力を世間に示すには、サンクトペテルブルクに出るしかないと思い、やっとのことでサンクトペテルブルクに出て、そこでバイオリニストの B という男と知り合う。B は真面目で、 ひたむきに自分の目標に向かって進んでいくタイプであったが、イエフィーモフの方は、すでに若さを失い、目標すらも見失ってしまっているのであった。ただ、自分は、音楽の天才であるという、虚しい幻想、自己満足に溺れているに過ぎなかった。やがてイエフィーモフは、飲酒に吹けるようになり、バイオリンもしばらく手にすることもなく、次第に落ちぶれていった。その上、 ビートも喧嘩して、彼に紹介されて入ったオーケストラも追い出されてしまったのである。ちょうど結婚して2年半の頃で、ネイトチカは4歳半だった。それから長い間イエフィーモフは、職にもつかず妻に頼って細々と暮らしをしていた。ネイトチカの物心がついたのは10歳の頃であった。ネイトチカは家では母に怒鳴られ、敷いたげられている。 ママ父のことがかわいそうな受難者のように思え、いつしか系譜のことを愛おしく思うようになっていた。彼女は自分の家の悲劇をすべて母のせいだとすら考えたので、ある。系譜を喜ばせるためならなんだって彼女はする、つもりだった。ある時、S というバイオリニストの演奏会の切符を手に入れるため、母親の給料の25ルーブリから15ルーブリを、くすねて系譜に渡そうとしたことすらあった。 結局それは失敗したのだが、ケーフは B の取りなしもあって音楽好きの公爵から演奏会の招待状を受け取りその演奏会へ行くことができた。しかし、その演奏会へ行ったことによって、結局ケーフ、イェフイーモフは破局へと導かれて行ったのであった。ケーフが演奏会から帰ってきたその夜に母は亡くなった。イェフイーモフは妻の霊前でバイオリンを弾くと彼女を置いたまま、 娘と共に家を後にした。しかし、娘は途中で母のところに戻ろうとするが、イエフィーモフはそのまま戻ってこなかった。彼は天才 S の演奏を聴いて自分の身の程を思い知らされ、永遠に息の根を止められてしまったのである。母の死によってもはや己を縛る者は何もなくなった。彼は自由となり、自分で自分を裁こうとしたのであった。ネト地下は、 ケーの後ろ姿を追いかけながら失神して倒れた。気がついた時には柔らかいベッドの上であった。ネート地下が倒れたのは音楽好きの公爵邸の前で貧乏学士イエフィーモフの娘であることを知った公爵はその偶然の不思議さに心を打たれその娘を自分の子供たちと一緒に育てようと考えたのである。ケーエフィーモフは結局あの直後に発狂し 病院に送られ二日後に亡くなったことを、ネイトチカは知らされた。しばらくしてネイトチカは元気を取り戻し、モスクワからやってきた公爵の娘カーチャと生活を共にすることになる。ネイトチカは初めて会った瞬間から、カーチャのうっとりするような美しさに心を奪われてしまった。初めのうちカーチャはネイトチカに戸惑っていたが、やがてネイトチカの思いを受け止め、二人は、 お互いを好きになっていった。しかし、二人のあまりの親密ぶりを心配した公爵は、やがて二人を遠ざけることにした。カーチャは再び、モスクワの公爵家へ移され、二人は別れることになったのである。ネートチカは、その後公爵夫人の先父との間に生まれた娘、アレクサンドラ・ミハイロブナの家に引き取られることになる。アレクサンドラ・ミハイロブナは、 財産もあり立派な関東の、ビオトル・アレクサンドロビッチという男と結婚していたが、その生活はどこか修道所のような沈んだものであった。彼女と夫の関係も何かぎくしゃくしたものが感じられた。ネート・チカは、この家の幼女となりここで8年間過ごすことになる。アレクサンドラ・ミハイロブナは、やがて夫との間に二人の子を設けるが、 彼女は自分の子供とネイト地下を差別したりすることは全くなく娘として存分に愛してくれたのである。ネイト地下はその家でしっかりとした教育を授けられるが、やがて彼女はこの家の図書室から密かに本を持ち出して本の世界にどっぷりとつかり、空想と幻想の世界に思い切り羽ばたいていった。しかし偶然本の間に挟まれた手紙、それは アレクサンドラ・ミハイロブナに宛てたある男性からの手紙だったが、それを読んだことでこの夫婦の間のただならぬ秘密を知ることになる。その手紙はアレクサンドラ・ミハイロブナへ向けた最後の別れの手紙だった。アレクサンドラ・ミハイロブナはすでに結婚していたがある男と道ならぬ恋に陥り、それがたちまちのうちに世間の噂となり、 アレクサンドラ・ミハイ・ロブナに向けて激しい非難が浴びせられた。しかし夫はそれを知った上で男に手を引かせ、アレクサンドラ・ミハイ・ロブナの名誉を守ろうとしたらしい。文面からその男がアレクサンドラ・ミハイ・ロブナの窮地を救うために、自ら身を引くことが書かれていた。ネート・チカは、この重大な秘密を知って激しく動揺した。そして運悪くと書室でまたその手紙を読んでいるところを、 ピョートル・アレクサンドロビッチに見つかってしまい、彼は、ネート地下からその手紙をひったくって一瞬手紙に目を通した。ネート地下は必死で彼にしがみついて、なんとか手紙を取り戻した。しかし、手紙をめぐる二人の争いは、アレクサンドラ・ミハイロブナのいる場所に引きずり出された。アレクサンドラ・ミハイロブナの前で、ピョートル・アレクサンドロビッチは、ネート地下に手紙について詰め寄る。 ネイトチカは手紙のことが自分にも、さらには夫にも知られることになれば、アレクサンドラ・ミハイロブナは破滅してしまうに違いないと、必死で手紙のことを隠そうとする。それに対して、ピョートル・アレクサンドロビッチは手紙のことを執拗に追求してくる。しかし、途中からピョートル・アレクサンドロビッチがこの手紙をネイトチカの恋人からものと勘違いしているらしいことに気づく。 そこで、ネイトチカは、夫に合わせるように、手紙は、自分の恋人からの恋文であると嘘の自白をする。その結果何とか秘密が暴かれることは避けられたので、あるが、そこでの激しいやり取りによって、もはや三人の関係は修復できないものとなっていた。ネイトチカは、その直後、ビオトル・アレクサンドロビッチのところへ行き手紙を渡し、それがネイトチカへの恋文ではなくアレクサンドラ、 ミハイロブナ宛ての手紙であることを伝える。夫の虚栄心と嫉妬に狂ったエゴイズムにより、アレクサンドラ・ミハイロブナがどれほど苦しんでいたか、それを夫に分からせるとともに、自分はすっかりそれを見抜いていることを伝えるために、ありがとうございます。